どうも、一斉です。たくまです。今回はですね、タミヤフェアに行ってきたんですけど、行った感想をね、言っていきたいと思います。はいはい。まあ、僕が思ったのは、ジュニアのやっぱレベルが高いなって思いましたね。ああ、そうですね。もうみんな早すぎて、やっぱりジュニアってなんか決勝とかやばかったんですよね。まあぐちゃぐちゃにならなかったのと。はい。もうね、決勝は、はい、もうとりあえずみんなもう1番から10番まで、はい、ずずっと同じ感覚で走ってたので。そうですね。まあ多分ね、ね、まあ僕が出てても、うん、A メインで。まともに戦えてないと思いますね。そうですね。もう列がね、すごかった。とりあえずね、すごかったですね。もう1位からもう10位、もうその1列に並んでたんですよ、決勝ずっと。だからもうそこでもうぐちゃぐちゃにならないのがもうとりあえずすごかったですね。ジュニアのクラスで、しかもみんなすごかった。当てなかったですね。はい。そしてですね、やっぱジュニアもすごいんですけど、まあ他のクラスやっぱもうすごいね、接戦で、はい、まあその M スポーツクラスとか、まあ、今回ちょっと1番の方と2番の方が少し接触してしまって1周目に、でそこでね飛び出した4番グリッドの方がありましてですね、それぶっちぎってたんですよね、途中まで。そしたら1番グリッドの方がもうレース終盤まで、終盤ね、あと残り30秒ぐらいまでで、コンマ約4秒とか2秒まで縮めてきたんですよ。6番まで落ちはったんですよ、1番の人。でもそっから上がってきて追い上げがやっぱすごかって、まあでもやっぱ勝負仕掛けなきゃいけないので、まあそこで1番の方で少し焦げちゃったんですけど、まあでも1番の人ってやっぱすごいなと思って、まあ皆さん多分誰もが知っている、はい、有名な方なんですけど、はい、はい、すごかったです。もう本当に見ててね、やっぱ追い上げがすごいなと思いました。しかも綺麗なね走りで、すごかったですね。動画見たら分かると思います。はい、ぜひ見てください。はい、アップロードしてますので皆さん見てください。ちょっと撮り方下手なんで、素人なんでダメだと思うんですけど、はい、はい、まああとはね、他のクラス、ST すごかったですね、今回もね。 ST はもうすごかったですね。はい、今回はすごいと、いいえ、すごいとしか言いようがないぐらい。はい、まあちょっとキャラ戻るんですけど、はい、まあ、とりあえずね、まあ、今回ジュニアドライバーが結果的にはワンツーということで、はいはい、まあすごいね、やっぱ去年もそうでした。一世が1番グリッドで、マーサヤが2番グリッドだった。まあ結局ね、こいつは負けたんですけど、はい、もう自爆で。まあでも今年もやっぱすごいジュニアの2人組が表彰台ワンツーしてくれてね、すごいいいバトルもね、1番の方とされてるし、もうめっちゃクリーンなんですよ、とりあえず。2番グリッドの子がまあすごい1番の方と争ってて、まあやっぱちょっと接触は起こりゆるものなんですけど、接触しちゃったんですけど、ちゃんとねすごいクリーンに、もう超外側、自分のことも関係なく、タイヤ死ぬとか多分関係なくね、他の人に3つを譲る、もうすごい感動しましたよね、はい、すごかった、ほんまにすごかった。でね、あと GT もね、ジュニアドライバー活躍しましたね。はいはい。まあ僕と同い年なんですけど、はい、まあ今回2番グリッドで、でお父さんも一緒に参加されてて、3番グリッド兄さんとすごいね、予選からバチバチ戦ってて、1番の方と1、2、3がすごい、あと4番がシンガポールの方かな、その方もねすごい接戦に加わってて、で1、2がすごいもう接戦でしたね。2回目の決勝、うん、1回目はまあ最初接戦だったんですけど、最後ちょっとねタイヤのなんか分かんないですけど、ちょっと垂れちゃってね、2番の子が、うん、ちょっと追いつけなかったんですけど、ね、2回目はね最後までもう、ね、そう接戦で面白かった。あれはほぼ一緒なんですよ、ペース、うん、で2番の子の方が速いとこもあれば、1番の人の方が速いとこもあるんですよね。だからちょっと離れたなと思ったらすぐ追いついたり、すごかったな。はい、すごかった。もう今年はジュニアドライバー大活躍です、うん、はい。 TRF トラックね、トラックは、トラック、あ、そうそう、1番の方がぶっちぎりだったわ、今回。まあでもなんか、すごいね、運転の仕方がね、独特で、リアをちょっと滑らしながら走るんですけど、ちゃんと前に出すっていうね、
それがすごい、もう毎回綺麗だったよね、滑らし方がね、うん、トラックもトラックで大変ですよ、あれは。1番の人速すぎた、うん、2番の方はね、去年の GT のチャンピオンだよね。そう GT のチャンピオンだったんですけど、まあ、その方もめっちゃうまい方で、あの綺麗に走られてたんですけど、なんかやっぱリア流しの方が速いのか分かんないんですよ、ほんまに。トラックは速いんかな。この2番の方の方がね、どう考えても綺麗なんですよ、走り方が。あの人速い、めっちゃうまいと思うんですけど、1番の方の方がペースが断然速くて、その差なんかな、リアを滑らすとか。タミヤって本当難しいですね、本当に。まあいろいろなね、はい、レースがありましたと。はい、で会場の方もね、タミヤフェアということで、いっぱい一般入場の方とかいっぱいいまして、まあいっぱい僕も回りましたけど、やっぱボディとかもすごい毎年展示されています。めっちゃ綺麗です。もう楽しめるイベントですね、はい、入場分も無料ということで、はい、ミニオークの大会もねあって、わあれは世界戦やったっけ、ミニオークの。いや分からん、なんかなんか大会あって、それそのちゃんと同じみたいな感じ。そうそうそう。でミニオークの大会もあるし、親子大会もあるよな確か。うん、うん、まあ皆さんね楽しめるところだと思います、すごい。はい、いっぱい物も作れたりするので、はい、はい、皆さんまた来年はね、来年も開催されると思うんで、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。では終わります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。